それではまずは高木監督のインタビューです。はい、まずは勝利監督インタビューです。2対0完封勝利しました東京ヴェルディの高木拓也監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。これでチームは今季初の4連勝となりました。この試合振り返っていかがでしょうか。今日の試合ですか。まあ、前半やっぱりポイントは前半のロアスさんの攻撃に対して少し戸惑ったりとかしましたけども、まあ、うちがうまくしのいで、で徐々にボールを持つ時間が増えて、だいたい取り戻してきたかなという、あの時間帯で失点しなかったことが、まあ、今日の勝利につながったんじゃないかと思います。前半終了間際の平本選手のゴールの際はもうベンチのスタッフの皆さんも大喜びでパンと前に飛び出してきていました。そうですね、やはり選手たちにもゴールした時には本当にみんなで喜び合うということも言ってますし、当然我々もベンチにいる選手たちもそういうゴールした瞬間というのは非常に嬉しいですし、素直な気持ちが出てたと思いますけど、今日の勝利でさらに上 J1 昇格への道が見えてきたかとも思いますが、いかがでしょうか。いや、我々はまだまだ本当に追いついていかなきゃいけない立場なので、一つ一つのゲームをものにしていく中で、まあ最終的に50試合でいろんなことができる、結果が出ると思うので、まあ、本当に一つ一つ大事に戦っていくだけです。次節は徳島戦です。そうですね、中2日しかないので、できるだけ本当にコンディションを戻して、またいいサッカー、我々の目指しているサッカーに近づけるように頑張りたいと思います。では最後にファンやサポーターの皆さんへ一言お願いします。今日もサポーターの方が、来てくださってますし、そしてテレビの前で応援してくれてくださっているサポーター、の方にも非常に感謝してます。選手たち一生懸命頑張ってますので、またこれからも応援よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。勝利監督インタビュー、東京ヴェルディの高木拓也監督でした。その高木監督と今しっかりと握手を交わしました。今日先制点を奪いました背番号25番の平本和樹選手、引き続いてヒーローインタビューです。今シーズン初ゴールです。おめでとうございます。ありがとうございます。初ゴールの味はいかがでしょうか。そうですね、まあ結構な数の試合出てましたけど、まあやっぱ点も取れてなかったし、まあ点に絡む動きもしてなかったんで、まあまだ1点ですから、でもまあちょっともやっとしたのは、まあちょっとはすっきりしたかなという気がしますけど、でもまあまだ、まあ、勝てばいいですよ、チーム。ゴールを振り返ってはいかがでしょうか。そうですね、あんまり僕ヘディングで点は決めないことが多いんですよ。あんまり得意じゃないというか、まあでもまあ良かったです、入って。チームは4連勝、今季初の4連勝、好調ですね。そうですね、まあ好調ですね。まあ好調だと思います。どんなところに良さが出てきましたか。やっぱ怪我人も戻ってきたし、もうやることもはっきりしてきたんで、まあそこら辺ですかね。これからも期待しています。では最後にサポーター、ファンの皆さんへ一言お願いします。まあ頑張りますんで応援お願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。先制点を決めました東京ヴェルディ背番号25番の平本和樹選手のインタビューでした。以上、高木監督、それから平本選手のインタビューでした。